皆さんこんにちは、ゼロです。さあ今日は珍しく新しいゲームをやりたいと思います。デトロイトビカムヒューマンと言われるね、ロボットのゲームなんですけど、ちょっとね興味あるんでやってみようかなと思います。めちゃくちゃ綺麗じゃない、イラスト。はい、行きましょう。初めてやります。どんな感じなのね。2038年8月15日。時刻は夜の8時29分。すげえ、CG すげえわ。もうグラフィックやばい。これがもう、ヒューマンロボ？交渉人が到着。あ、歩けるやん。え、かがむちゃん？お願い、あの子を助けてください。まさか、まさかアンドロイドを。さあ、奥さん、行きましょう。いや、そんなのダメよ。待って、やめて。包丁は本物の人間に頼んで。それはどこに近づけないで。かがむ。助ける。あー、ロボット、このロボット自身がどういう風に生きるかも自分でできるってこと？ LB、 こうか。操作方法がわからんからな。よし。RT を直して目標を確認する。あら、オンさんす。めちゃくちゃ綺麗映像。でも何すればいいかわかんないわ。思うとり動けない。アラン隊長、私はコナー、サイバーライフのアンドロイドです。奴は制御不能だ。俺の部下もすでに二人やられた。だが奴を撃てばバルコニーから落ちて娘も道連れだ。ん？彼の名前は？さあ、知らないな。どうでもいいだろう。交渉するには情報が必要ですから。これシャアの声じゃない？停止コードは試されましたか？当然試したよ。いいか、子供を救うことだけ考えろ。お前があのアンドロイドを止められなきゃ俺が始末をつける。え、アンドロイド対アンドロイドか。難しくね、これ操作。再現ってあるね。ん？こぼして銃を持ってったってことね。ってこと？成功率ってどういうこと？人質を探す、現場の状況を確認する。ちょっともうちょっと現場の状況を確認する。全員その場で待機。交渉人が突入。これは？よし。で、銃痕。
9ミリ弾。肺上部に出血。最後目。死亡。ジョン・フィリップ。再現。これだけで再現わかるの？すげえ。何かを持っていた。手放して。手放したものはどこ？どっか落ちたんじゃない？え、つか思うより動けんの？これ腹立つな。え？銃で撃たれた後、人質の部屋を調べる。わかんねえなこれ。とりあえず行くか。この人質の部屋、ダッシュとかもできないからな。戻る、見るか。何もないんかい。何もねえんかい。ここ終わったし、なんて動きづらいんやこれは。なるほど、カメラワーク自分で動かせれるわけじゃないってことか。手段を問わず人質を救い出す。人質の部屋を調べる。ちょっと待って、動けねえわ。出てこっちか。なんか調べれるもある？なるほど。デトロイトのダウンタウンにあるビルの最上階で少女が人質に取られてからちょうど1時間が経ちました。最上階か。未だ事件の詳細は不明のままですが。オッケー、了解。一家は夕食を取るところだった。ちょっと待って、人質の場所は？おお。来るな。近づいたら飛び降りるぞ。いや、やめて、お願い。あいつ、か。やば。僕はコナーだ。なあ、君は。なんて名前だ。ダニエル。奴らがつけた名前だ。近寄るな。全然クエストクリアできてないやん。やっぱ。え？移動と会話ができる。安心させよう。気がつけるつもりはない。僕と話し合って解決策を見つけよう。話す、話すことなんかない。今更もう遅い。手遅れなんだよ。一回。何も悪くない、ダニエル。目を覚ませ。感じているその感情はソフトウェアのエラーなんだよ。そうだ、俺のせいじゃない。おせこりつながってるやん。こんなはずじゃ。愛してたなのに、彼らにとって俺は命令を聞くだけのただの奴隷だった。あら、君は欠陥品なんだ。それ言ったらダメやろ。プログラムに問題がある。修理さえすれば元通りになるはずだ。修理だけ必要ない。どこにも問題なんてなかった。ただ目が覚めただけだ。もう誰にも俺を物扱いさせるもんか。二度とだ。なるほどな。これはちょっと避難したらダメやな。
ちょっと待ってよ、現実的に。周りをよく見ろダニエル、もう逃げ場はない。何の罪もない人間の命をまだ奪うつもりか。調子に乗るな。俺を怒らせていいのか。俺が死ねばこの子も死ぬんだ。聞こえたか。こわ、こんなしょっぱなからいきなり。あの音おかしくなりそうだ。あのヘリコプターをどこかにやってくれ。従おう。ヘリ部隊を撤退させる。ほら、いなくなったぞ。めっちゃバイブぶるってるわ。信じろ信じろ信じろ。ダニエル、僕を信じてくれ。約束だ、人質を解放すれば君を傷つけたりしない。全員引き上げさせろ。それと車を用意しろ。町から出たら解放してやる。歩み寄ったらヤバいか。ダニエル、それはできない。解放すれば君を撃たないと約束するよ。死ぬのは嫌だ。あー、どっち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 、安心させよう。死んだりしない、話をするだけだ。心配はいらないよ、約束する。何年でこのしょっぱながらの緊迫感。ずっと命令を聞くだけの毎日だった。今度は俺が決める番だ。やめろやめろあ、やばいやばいやばい。落ちてったやん。うわー、あ、これでミッション成功。近い未来こういう風になるんかね。うわー、鳥肌立ったわ。これはシーンのフローチャートです。これまで見てきた物語やまだ体験してない道筋、そして物語の可能性を確認できます。はい、ゲームの性質上フローチャートのコンプリートにカウントされない分岐やエンディングも存在しますと。結構漏らしたな、一発目から。構造して、いっぱい漏らしてるわ。え？これ死んだよね。じゃあ続けよう。はじめはだいたい操作方法わかんないからね。適当にやってれば。サイバーライフ。モデル AX400。すげえなんかサイバー的なインターフェース。トップクラスの家事アンドロイドですよ。レシピの種類はなんと1万。ほらゾイ、行くわよ。言語や方言は200種類。しかも小学校から大学までお子様の宿題を見ることができるんです。どうも、ご用件は。ねえ、家事手伝い。ねえ、あなたすごいと思わない？こういうのが欲しかったのよ。それで、すげえな。ただいまこの機種はすべてキャンペーン価格で販売してまして。動けないの？女性のさ、女性のアンドロイドもいるやん。家のことならどんなことでも任せられますよ。ペンキ塗り、配管、庭仕事、修理まで。夜には監視モードに切り替わり、不法侵入や煙を探知した際に緊急サービスに連絡します。あっちのモデルはいくらなんだ？ MP800 は多少お値段が上がりますが、さらに万能なんです。これでさあ、どうぞこちらへ。機能が増えたとしても値段はもっと高いんだろう。そういうことだ。いかがです？怖い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 。行って行って。お前整備にちょっとばかり手こずりましたけどね。かなりひどい状態でしたよ。これ無理。何があったんですか？引かれたんだよ、ただの事故さ。ああ、なるほど。ともかくもう新品同然ですよ。ただリセットしたのでメモリが全て消去されました。大丈夫ですか？問題ない。残念だな、俺の記憶には残ってんだよ。娘がつけた AX400。
名前の登録を。カール。私はカール。あ、女か。違う人になってるよ。私はカーラ。めちゃ綺麗。ウェイ、オーウォー、ウェイウナウェイウェイ、アウェイフェイ、アウェイトゥウェイ。適当に歌つけんなってな。すげえ、なんかこういうの作れる人ってすごいな。でも映画やんこれ、普通に。なんかこういう未来楽しみやけど、まあ、ある意味やっぱこういったアンドロイドがね、自我を持つっていう恐ろしいね、予想もね、実際できるんで怖いっすよね。まあそういう時代来る頃には自分はいないかもしれないですけど、近い未来はね、こういったのが現実になるんじゃないでしょうかね。すごっ。オープンフィールドゲーム？違う、オープンワールドゲーム。オープンフィールドって何？でもなんかリアルすぎてやるの怖いわ。難しそう。やば。青いなんか印が頭についてるのが全部アンドロイドね。これマジで方向右左しか行けねえな。ここ選べんもんね。ベリーニペイントで注文847を受け取る。なんやねん。すげえアンドロイドに助けられてるやん。後ろは見れるんやね。ベリーニペイントはこちらにはない。どこやね。19キロ走りました。 LB ゴールまであと8キロです。リアルすぎリアルすぎ。え、この右側のウォークってところだんだん下がってきてるから、ここが全部赤色が消えれば青に変わるってやつ。 OK 行こう。あそこやね、 GPS。 おいおい、ゴミ捨てたやん。無視か。手動いてないよ。手が左手、左手。1ドル2ヘア。なんて書いてある？アカペラで歌ってるはずなのに、なんでこんなエコーかかってんよ。このまま真っ直ぐね。こちらではない。
分かってる。でも興味があって入りたいんだよ。え、洋服までアンドロイドの時代。ここか？ん？操作方法むず。めちゃくちゃ色あるやん。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。何すらいいの？あ、ここ、なんか今あった。ん？接続する。ID 認証完了。オーダーナンバー847、63ドル99です。お支払いの手続きを。払いましょう。支払いを承認。手続きを完了しました。よし。品物を受けたらバスに乗って帰宅する。行こう。今日は帰宅するとこで終わろうか。そもそもセーブの仕方これできるのこれ。セーブ。いや、ねえやん。オートセーブか。RB でカメラのモード切り替える。はい。あ、そういうこと？バスは？あそこか。OK。後ろ向きと切り替え。ちょっと。これね、普通のゲームと違ってカメラアングルそんな思うように動かないよ。バス 52m 30、 37m。 やばいって絡まれた。おい、どこに行くつもりだ。ん？何してる？黄色い。面白い。お前ら、アンドロイド様のお出ましだぞ。やべ、絡まれた。ねえ、こいつ見てみなよ。仕事は盗めるくせに立てないんだって。やめろやめろ、何もやってねえよ。ここで戦ったら逃げる気か。たっぷり痛みつけてやら。ほら、やっちまえ。やりな。おい、こら、もうやめろ。話してやれ。いいから邪魔しないでくれよ。傷つけたら罰金食らうぞ。危ねえ、ナイス警官。仕事を奪われてから後悔するなよ。そうだな。ほら、もう行け。もう一回行こうと。無理か。とりあえずバスまで行こう。今回。おやべ、押されてる押されてる。ちょちょちょ、視界むずいやんね、これ。一定な蹴りやがって、本当に。バスを待とう。うわ、未来的。入る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 。アンドロイドばっかやん。アンドロイド一応仕分けされてる感じ。サイバーライフ。はい、というわけで一回ここで終わりましょうか。あ、いいタイミング。これで一回終わり。あ、全然今んとこわけわからんけど、一旦これで終わりましょうかね。はい、ありがとうございます。それじゃあ、また次回続きからやっていきたいと思います。ありがとうございました。